金のゲーム実況ゲームしようぜイエイ。美しい我が国を汚す者は何人たりとも許さない。どうも別班です。いや、別班の乃木さんに来てもらいました。今回よろしくお願いします。いやー、ゲームはやらないっすよね。ミリタリースクールとかでもやらないっすよね。別に。いえ、別班はどんな業務でもできるようになっているので。マジっすか。ゲームも全て得意としております。あ、そうなんだ。追加ゲーム、ああ新しいゲームですね。あ、まあまあまあ、最近流行ってる感じですよね。はい、追加を作る。はい、別班には造作もないことです。ああ、これちょっと期待できるな。スイカの重さは一ケツタワンゾングラム。いや、別にモンゴル語で言わなくていいですよ。別にモンゴル語で、はい、日本語で大丈夫です。とりあえずやっていきましょう。あ、そうですね、やっていきましょう。ゲームスタート。はいはいはい、お願いします。いや、ちょっと楽しみだな、できるっていう。これはどういうゲームなんでしょう。あ、そこは予習してこなかったんですか。はい。あ、そうなんですね。ちょっと別班業務が忙しくて。左右に雲みたいなやつを動かして。左右に、はい、あ、これですね。はい。で、はい、A ボタンを押すと、その真下に落とせるんですよ。はあはあ、果物。で、はあ、その右の進化の輪の時計回りの順に。さくらんぼ、いちご、はい、ぶどうで。同じ果物が2つくっつくと、時計回りに進化していくので、はあ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 、いっぱい進化させてスイカを作ろうっていうゲームですね。なるほど、はい、わかりました。はい、ブドウの次はデコポンですね。なんすかね、これは多分デコポンだと思います。で、その次がみかんに見せて柿です。そうですね、はい、それ公式でもう言われてますからね。なるほど、うん、それではまずこのブドウを。ブドウ？あ、え、うちの地方では。お、はい、さくらんぼのことをブドウと呼ぶんですよ。あ、そうなんですね。ややこしいですね。私マイスルの方にいたことがありました。はいはい、確かブドウと言ってた気がするようなしないような。落としましょう。そう、とりあえずやった方がいろいろボロが出ちゃうんで。はい、ブドウを。これはブドウ、ブドウもブドウって呼ぶんですか。ブドウもブドウなんです。さくらんぼもブドウって呼ぶので。そうなんですね、はい、大変だ。あっちの、なんですかね、方言みたいな。はい、嘘をつくことによって自分の首がどんどん締まっていってますけどね。はいはい、あ、なるほど、これで進化のね、順に、はいはい、あ、こういう感じで。そう、そうなんですよ。本当はね、赤飯に進化してほしかったと思うんですけど。本当ですね、うん、ちょっと残念ながら。まあでも赤飯は野崎さんに作り方を教えていただいてるので。そうだね。簡単だろ、あれ。野崎さん。ああ、いろいろ違うよな。なんて言ってますか、野崎さん。ああ、なるほど。もういい感じだよ。いい感じですよ。すでにね、これでもうリンゴがね、すぐできたり。あ、いいね、いいね。もういい感じですね。いいよ。はいはいはい。おー、危ない。いいね、いいね。この、あ、そうそう、そうね。残るトラップがありますからね。残るが仕掛けたわけではないと思うけどね。これは難しいですね。どっちに行ってね、こっちに行きましょうか。で、これをくっつけて。あ、ね、はいはい、あ、いいじゃん、いいじゃん。で、さくらんぼ、あ、はいはい、いや、ぶどうをくっつけて。ですね。もう、認めた方がいいけどね、絶対。楽だけど。あー、なるほど。まあ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 、まだ全然取り返しつくから。これは面白いゲームですね。前向きだ。今度カオルさんと一緒にやりたいな。あ、カオルさん元気かな。しばらく会ってないんですか。そうなんですよ、なかなか会えなくて。ああ、でも私が忙しいというのもカオルさんも分かってくれてるので、寂しさを押しこらえながらね、はい、まあ、ちょっとあえて連絡をしてこないみたいな。あ、そういうなんか駆け引きみたいな感じなんですか。そうなんですよ。いい。で、言わせる気なんですかみたいな。ね、そんなイチャイチャも挟みながらね。そっか、意外と乃木さん S なんですね。その見せかけはちょっとなんかね、あんまりそういう経験がない的な。いや、なんかそうするといいみたいなのを。じゃあまんまと、はい、あ、うまくいってるってことですね。別班で学びました。あ、そっか、そうですよね、別班何でもできるからね。
愛のことはあまり知らないんですが、はいはい、駆け引きのことは、ああなるほど、はい、別班で教えていただいてるねえ、はい、1時間ぐらい面接しましたもんね。そうなんですよ。でその後あの特殊部隊で恋愛についてはマスターしましたので。そうなんですね、はい、ミリタリースクールではそれ以外のことをマスターしました。ああ、今ちょっとしくじりましたね。いや、いいんじゃないですか。大丈夫ですか。全然いいと思いますよ。まだでっかいのが下にちゃんと鎮座してますからね。いやー、いろんなゲームをマスターしてきた私ですが、これはなかなか難しいゲームですね。下手をするとこの、ブドウがどこかに行ってしまうので、もう分かりづらいんで直してください。ね、この認めてください。もうわかりました。これからはさくらんぼで統一しましょう。はいはい、このさくらんぼを、ね、視聴者がちょっと混乱しちゃうの、下にあまり入れないような形で。そうそうですよね。うんうん、 いや、いいですよ。そうですね、うん、こういうことですよね、うん、サクサク進んでる。いいですよ。おい、きた。非常にいいですね。もう一個梨まで作ればね、桃と桃でパイナップルですね。桃と桃でパイナップル、はい、まあそうそうなんで。歌みたいですね。そのまんまを言ったんで。そうっすか。なんかそういう格言があるんですか。ないっす。桃と桃でパイナップル。ないっす。なるほど、モンゴルの格言ですね。いや、ないんすよ別に。で、ここで7回撃たれた狼とかじゃないんですよ。あ、サクサクいってますね。うん、いいっすよ。はいはいはい。あ、リンゴがこれで。あ、これは、あ、だ、熱いですね。激アツだ。いや、激アツでしたね。どうも、スネイプ先生です。いや、スネイプ先生ではないんですよ。スネイプ社に行くって言っただけで。でも、乃木はスネイプ先生なんで。自分で言うんだ。これはもう、あの、本当に調子に乗った時しか言わないです。あ、調子に乗ってるんですね。今調子に乗っています。おい、あ、来たね。やっぱり別班ですね。やばい、調子に乗ってる。めちゃくちゃ調子に乗ってる。いいぞ、でもすごくいいぞ。おい、あ、いい感じです。ここが難しいですね。もう一個メロンを作ればもう追加ですもんね。落ちてくれるのか、ちょっと待ちましょう。行くね、行くね、行く、あれば行くね。あ、でもその代わり、はいはい、イチゴがあんまりいいところじゃないですね。これは難しいですよ。どちらに落とせばいいのか。こっちに落としましょう。そしてこっちにこうして、まあまあまあ別に2個続きますから。まあまあまあ、そうですよね、うん、でこれはこっちにね、うん、こうしたらいいわけですもんね、はいはい、あれがスイカになってくれればね。お、あ、いい感じです。すごいぞ。どっちでいくかですね。落ちますかね。どっちで育てるか。いや、あまり下手な駆け引きはしない方がいいんです、うん、そうね、どんどん詰めていっちゃった方がいいかもしれないね、これね、うん、触れば重さが分かるんですが。まあまあ、でかいやつの方が重いと思いますよ。でかいやつの方が重い。おそらくね。なるほど、弾が入ってるかどうかですね。で、これをこうして、これからの質問は全てイエスかノーで答えろ。ノー。今日は強気でいきましょう。あんな弟に生意気言われてやってしまいました。弟のことを考えると心が、ああ、あれ下がってくんだ。はあ、はあ、あ、なるほど。これで、はいはい、なしなしになるね。なしなし、なんかあるあるあるみたいな。逆ですね。お笑いのことも知ってます。まあ、俺はなしなしの方が好きだから。なしなしの方が好きなんですね。さあ、これが当たるのか、ね、当たらないのか。敵か味方か、味方か敵か。当たるのか当たらないのか。さくらんぼは難しいですね。テントに潜入したんだろ。ち
脈絡がなさすぎて言いたくなっちゃってあそこ好きなんだよな。そうなんですよ。わあ、なるほどね。ちょっと浮いてきちゃってるね。あ、みあ、でもまあ次来るからね。次来るから。はいはいはい。ということは邪魔にならないところに置いた方がいい、はい、で一気に置いちゃった方がいい、ね、こういうことですね。お、はいはいはい、ちょっと怖かった、はいはいはい、お、桃まで来たよ、はいはいはい、そしたらあの梨が桃になればパイナップルだ。あの梨が桃になればパイナップル、いい格言ですね油断はするなみたいな格言ですね。いや違う、別に格言じゃないし。格言じゃないこれはどっちでしょう。こうしますか。で、はいはい、こうですね。はいはい、ちょっと、あいやでもここでリンゴを作ればいいわけなので、まあまあまあ、そうですね。そうですね。お、そうですか。おお、そうですか。左になしできそうだな。そうですねそうですね、じゃねえだろ危ない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 、こうして、おで、これをこうして、こう、おお、いいですよ。怖かった、今それが別班ですあのパイナップルをね、育てていってメロンにすればスイカです。おお、いや、だいぶいいですね。減ったね、減った減った。これはまだ続けられそうです。おう、あ、サステナブルだ。ああ、持続可能なSDGs はね、あら、流行ってますからね。大丈夫です、こうしましょう。おお、で、あ、くっつくね。くっついて、うん、どっちにするかでね、悩むね。どっちでもいけますね。なるほど、はい、あ、これで、これでいけますね、はい、で、これをこうして、こう、はい、行って、はい、今日は、お、これはいけるんじゃないか。お赤飯ですね。お赤飯にできそうな感じがしますよ。じゃあ準備するか。うん、8時間かかりますからね。今のうちにやってもらえたな。そうですね。あなたは警軍の一角観光者に徹す。覚えてくれたんですか、ああ野崎さん。手逃げてくれたからな、お前な。あの、別にあの、そういう恋愛的なあれじゃないんですけど、これで、こうして、おお、じゃあ、なしなしで桃だ。なしなしで桃、難しいところですね。ああ、そうきましたか。そうきちゃうんだ。こうして、秋だ、まずい気がしますね。ブドウが邪魔してきそうだ。次に何が来るのか。ブドウ潰せるぞ。お、いいな、あのブドウ潰して、こうして、それでこうですね。おで、こう、あ、おい、あ、ちょっと待てるんじゃないか、これ。あれ落ちないか、真ん中。ダメですか、これは。あれがくっつけば追加だ。そうですよね。どうしたらいいんだ、考えろ。左に置くか右に置くか。こちらに置きましょう。で、ブドウ、ブドウ、あー、でもな、次に来るぞ。そうですね、ただくっついてくれるとは限らないんですよ。いけるのか。あ、出てきちゃった。あ、剥がれた。あ、でも下に落ちますかね。落ちたらまた、あ、なるほど、いけそうな気はするが、これで、さくらんぼ、なるほど、こうしますね。で、これでこうして、ああ、こう、ん、どっちだ、こうで、あ、でもこれでリンゴ、まさかのでしたね。あのデコポンをここに入れて、で、リンゴがくっついてくれたりしない、しないですね。2000点いきそうだな、これは。
もうちょっとなんですけど、あー、うーん、もうこっちに落としましょう。お、だが、いや、そしたら、いやでもこっちに1号を置くのは得策じゃないですかね。あの下のブドウたちがなんか落ちてくれたらいいな。そうですね、イチゴとイチゴでくっつけるとして、お、動いて、動いて、動いて、いい感じですよ、いい感じですよ。でこれとこれは、くっつけてしまいましょう。ああ、でここにイチゴを乗せて、でイチゴとイチゴでブドウで、デコポンデコポンで、あ、いい感じ、いい感じ。これは、あ、そこでもうやっちゃう作戦か。これは邪魔ですね、これは邪魔。あ、そうくるか。そしたら2000点を超えた。考え方を変えましょう。デコポンがピーナップル同士が離れちゃったな。つけばいいんですもんね。あ、でもこれでいけます。ブドウをくっつけて、はい、はい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 、うん、はいはいはい、そうね、もしここにサクランボが来たりするといいんですか。どうかな。でも結局あの下のブドウとサクランボは残るから、残るから、残る残る場合、ビバンバイ、難しいですねこれは。いや、なんとか逆に、あ、いやちょっと厳しいか。イチゴとイチゴで、言って間違えましたね。いやでもちょっと待ってくださいよ、これでイチゴがここに来る、イチゴが後で来ればいいわけですから、こうですね。でブドウがくっついて、あーあー、危ねた。でもまあ一応今日の最高得点ですね。あ、別班ならではの、今日も父さんには会えませんでした。どうして？そんなこと言われてもできないものはできんのだ。また必ずバルカに行きます。テテ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 テ